こんにちは。時間がありますので、始めさせていただきたいと思います。このコースもいよいよ今日が最後ということになります。今日も一日先生、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。もういいの？ここまだ3人、もしかして皇太子と雅子さまと愛子さまが今日は来ませんからここが悪用じゃダメよここは勇気いるでしょ。どう、ここ座ってみるか。いますちょっと人人ちょっとどうだ、ちょっと座る気分、ここに座ってみる気分。そうそう、皇太子雅子さま愛子さま、ね、今日は来ませんから座っていいんです。本当に日本人で紅白のね、ね、あなたぐらいは苦しくなるんだよ、ね、遠慮深い、遠慮深い、はい。あ、じゃあもうこれで最後になりましたね、はい。今出席率見たら結構いいね、うん、4、5人はあの途中からあの、うん、あれですけど、あと全部よく参加できましたね。今日のテーマ分かりますね。これからわしは何をするかっていうこと、うん、それをまあ発表していただくということです。とりあえず時間がないんでね、1人2分、どうしても俺3分くれっていう人は申告して、ね、その代わり内容次第だよですね、計算してみると分かる通りですね。だからとりあえず一応2分でピンチンってなりますから、やっぱりね、こういう発表するとき印象深くね、うん、なんかあの人の活動面白かったなとかね、もうイメージに残るようなものがあると一番いいんですけどね。もう皆さん、まあ、どっちかというとリーダー格の方でしょ。リーダー格に必要なのはそういうアピール力ですね。じゃあそれを頭に入れて、いいですか、チン。あそこ後ろからチンになりますから、はい。これからまあ11回がやって、これ、まあ、10回やって、こういうことに今後やってみたい、やるかやらないかどっちでもいいから、とにかくやってみたいというね、今の考えを出していただければですね。やっぱり日本っていうとお分かりとしては非常に短いんだよね。だから生まれはどこどこなんて言わないでどこどこさんですって言う必要ない。特に男性だね、会社にいたくせにね、意外と2分で喋る時の内容が良くないね。大抵終わりもおしまいって言われるんでね、まだ喋ってないんだけど、そこをねよろしくお願いします。はい、じゃあもう今日は全員だからね、今日全員ですよね、はいはい。じゃあもう前から行くか、前から行こう、後ろから行くかよし、じゃあ後ろから、はい、後ろ、はい、どちらかでもいいですよ。じゃあじゃんけん、勝った方が最初に食べるの、はい、オタクとオタク、はい、じゃんけん、うん、で勝った方が先に食べるの、はい。だからこういうことをやるっていうこれからの活動計画ですよね。2分でいいですね、はい。やっちゃう、うん、だから活動今これやってるけどそれを続けたいでもいいやな、そうでしょ。あ、じゃあいいです、私は。あ、じゃあやって、はい、2分だよ。鈴木さんとか若山さんとか、はい、一緒に今やってますから、うん、はい、少しもう少し力を入れてやっていきたいと思います。なんかポイントがなんか欲しいな。ね、そうそうそう。長身はない。失礼します。渡さない今日は。今日渡すよ。はい。自分なり今頭にいるどこをどういうふうに変えていきたい。近隣、これから高齢者社会の高齢化になりますので、うんうん、そういった部分とか、あと子育てとか。もう全般に入ると思うんですね、地域福祉活動っていうのは。だからこれがポイント、あれがポイントっていうのも、そうそう。ポイントはまず高齢化社会になりまして、今日は新聞にも載ってましたけれども、認知症の、サポートをするという、そういう。途中までしか読んでないので、そこをサポートしていくという形で、認証ね、はい、わ、はい、かりました、はい、認証
はい、どうぞ次。はい、今認証でした。はい。はい。はい、いいですね。時間ね、時計係。はい、OK。その辺に住んでる市民の人です。うん。これからの私の活動ですが、まずあの今五所川区五丁目この辺界隈で地域福祉活動計画に、の受けて、助け合い運動が始まってます、うん、であのまさにご近所の助け合いということで私中身は分からないんですけど、うん、そういうことが始まってますので、うん、向こうの町会も、うんそのいいところを真似しながら、うん、悪いところあればちょっと直しながら、うん、でなかなか引っ掛け作りが難しいので、うんうん、今のところ町会というのはきちんとしてますので、うん、町会に、はい、話して、はい、ここにあの民生委員の先生もおられますから、はい、民生委員を中心にして我々があの300若干の世帯なので先生の論理ですと300世帯ね、4、5人やっぱりあの助け合いのチーフみたいな人がいると思うんです、うん、それを目指したいと思ってますで、うん、特に今あの話があった通り、うん、認知症これからバンバン、はいはいはい、結構増える、うん、あの高齢化率が全く高いと思うから、うん、10年もあったら大変になると思って、うんそれを早く先取りして、うん、特に、うん、あのこの辺のご家族とか、うん、ご本人なかなか申請難しいと思いますが、うん、この辺を出していただいて、うん、で特にその認知症の見守りなり、うん、あの支援のことを重点的にやっていきたいと思います以上です、うん、もうそう書いてあるのえちょっと今メモしてきたあすいません、はい、で特に聞けば座ってないですはい、特に私はあの障害者施設であの働いた経験があります、うん、それから社会福祉も持ったその辺のノウハウを使って学びます、はいはいはい、ご苦労様多いね、はい、次行きましょう、はい、もう今日は拍手なしで行こう、はい、あのとりあえずあの11月の地域福祉活動計画で多くの人を集めるように、まあ、いろんな人と協力して頑張りたいと思います、うん私は自分は今97歳の認知症の母親を実際に介護しているんですが、ただその時間的に、まあ、先生の言う介護施設に収容から2歳で預けているんですけども、うん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 、その預けてない週3日なんか認知症の介護って非常に退屈で病床がないから、そうだな、利用してですね、うんまあ、お年寄り前はお茶飲み会ってあったんですが、なんか老人会もあんまり少し1回ぐらい自分の家を開放して、うん、そういう集まりをなんかやってみようかなと思っております。上手です。面白い。はい、上君じゃあ会話してね、うん、そんな暇な。はい、わかりました。はい、面白いですね。いいじゃん、どうぞ。後ろから来るとは夢にも思わない。逆転の発想だ。私はですね、こう考えてですね、やっぱり認知症、みんな認知症を、まあ、なってた人はまあ専門の人に任せたけど、だけどその前、うん、認知症にならないための活動をみんなでやったらどうかなって思います、うん、具体的にはやっぱり認知症薬の対策というのは普段使わない方をどうやって使ってもらいましょうかねってこう考えてます。であの私旅が大好きなもんですから旅をしながらみんなで計画を立てながら実行しながら旅の記録を取りながらこういう 楽しみの中にあの知恵を使っていただくそういう具体的な活動をしていこうかなというふうに思います。で、街みんなの人に対してやるにはちょっとまだまだ時流不足なんで、あるグループを捕まえまして24、5人男だけのグループですけども、うん、その中でまずそういうことをやってみようかなというふうに思ってます。で、そこで得られたものが25人いる人たちがそれをまた水平展開できて、いろんな人にあの地域の中で活動できたらいいんじゃないかなってこんな夢を持ってます。ですので、認知症にならない、認知症を伸ばすんですかね、ならないために、っていう活動を中心にしていきたいなと思います。いいじゃない、ね、はい、はい、握手しないけど、はい、行きましょう。はい、私は、ちょっと認知症になって、
か薬師大三条にいるんですけども、今薬師大三条で、市の空き家をの補助がある、コミュニティサロンを一生懸命立ち上げようと思いますが、今少し混乱しております。以上です。でやるんだ。混在したけどやるんだ。やる。はい、やるんだ。アキアリオでコンビニサロンを、ラスクの補助が出るものですから、それを利用して皆さんが集まれる場所、家に寝たきりにならないように外に出てきていただこうというような、そういう場所を作りたいなと思います。寝たきりにならない。ならないね。はいはいはい、ありがとうございます。はい、次行きましょう。話のタイトルですけれども、唯一の思想の再建復活を夢見て、はい、やっぱり向こう三へ両隣しかいざという時には頼りにならないか、で隔離期はちょっと省略します。はい、進行形の活動ですが、はい、非常の際の助け合いについて、お隣さん、近所の数人に話をしましたところ、積極参加の意を得ました。お隣さんで、はい、五条共助とはいえ、所詮現実圏内は歩いて行ける十数軒だけ、日々の動線が分かる家のみだと思っております。次に農産物、土産物のやり取りは、3軒だけです。それだけ付き合いの私少ないということだと思っております。これをどれだけ広めていくか、考え中であります。3番目に、区長をやった関係で、社内に知る人が多いんですが、緊急の時に市に助けになる人は近所にいる人のみの感があります。今後の活動ですが、日常行動で接点の多い十数件を対象にご調査して、かなと思ってますが、これを作り助け合いの場作りを行ってまいります。2番目に、助け合い、助け合われ、のアンケートを行い、誰が何をどのように、いつどのような時にできるのか把握し、実現してまいりたい。で、プラン、ドゥール、スリー、チェックと。チェックのところをできれば、先生がまたこういう機会を作っていただければ、反省対応にしたいと思っております。以上です。はい、ご苦労様でした。はい、こっちの方だな。はい、どうぞ。早稲田5丁目の小沢と申します。私は皆さんご存じのように市役所の職員でございまして、今も森原市では今、その職員一人一人が地域担当職員というものをやっておりまして、その地域に対して何人かの職員が担当しているということで、私もその早稲田5丁目を担当しております。担当してございます。でその関係で、地域経済5丁目の役員会には毎回参加させていただきまして、いろいろ住民のニーズとか変わっているところですけれども、今回この講座を11回のうち9回が先生の講座で、いろんな助け合いですとか、マップ作りとかを学びましたので、今後はこの役員会の中で、この学んだ9回のことを少しずつでも実施していきたいと思います。その中で、最初に、とりあえずやりたいのは、マップ作りあたりから進めて、野犬会の中で話し合って、やっていきたいと思います。はい、ね、はい、どうぞ。私は3つやりたいので、1つは、助け合いまでやったことがないので、助け合いを少し実践してみたいな。で、2つ目に、助け合いの時何かルールがあるんじゃないかと。助けないとばっかだと、気を持って仕方がないというようなことが先生からお話ありましたけれども、そういうものもいくつかの分かってないルールを確認したい。それからもう1つ、その地域の中での交流を実際にやらないと意味がないということで、今私は水中運動のサークルに入ってまして、水中運動の水中って何、プールの中で運動のサークルに入ってまして、そこから脳梗塞になった方とか、大手術、がんの大手術した方とか、頸椎狭窄症、あれになって苦しんでいる方がいらっしゃるんですが、その人たちがいるので、そのおかげで私たちの助け合わなきゃいけないという、なるほど、前向きな
なんとか気持ちができておりまして、うん、でそのリーダーも、高齢者で新商船についての特性をよく知っている方ですので、はいはい、助け合いのやり方っていうのかな、うん、あのもしかするとうまくいくのか、うんうん、それでその中で実践することによってルールを作っていくと、はいはい、で今度はそれを自分 の, あの住所の周りに持ってこなきゃいけないので、うんうん、小さな場所づくり交流の場所づくりもちょっと興味があります、うんうん、大きな交流の場所は集会施設とかそういうものが必要なんでしょうけれども、小さなものについてはそれほど必要ないんではないかなという大きもあまりいらないんではないかと思いますので、街角でベンチをうまく再配置するであるとか、それからスーパーの空きスペースを、少し活用するであるとか、レストランの空き時間を活用して、これ自主的にレストランに行っていただくとか、いくつかの方法があるんじゃないかと思っておりますので、そういうのを考えていきたいなと思います。はい、わかりました。はい、FC 第3丁目に住んでます山口と申します、うんうん、はい、今年度はたまたま自治会の会長の臨番制で回ってきまして、はい、約半年間やってき、ましたけれども、うん、私が何をやりたいか、まあ、先生の講義いろいろ聞いて、その助けてって言えない私自身がいるというのは、反省してます。それで、同じ町内会で本当の親しい友達っていうと4、5人しか、まだいないので、その二番制の自治会の役員が、まあ、終わった後もですね、なんとか手助けして続けたいと思って、で特に女性は長生きしますので、まあ、今でも一人暮らしのご高齢の、うん、まあ、女性でも男性でもいいですが、まあ、呼びかけて、うん、まあ、一緒に料理作りながら、うん、一緒に食事をしようというのを計画したいなと思って、うん、食事会、はい、食事会、はい、作りながらです、はい、そうするとね、女性は料理作りながらもいろいろおしゃべりっていうか世間話もできるし、一人で寂しく食事するよりはみんなでワイワイとこう楽しく食事したいな、それを願っています。はい、ありがとう。はい、じゃあ次。俳句とは何をやってるんですけど、ここで、来ている92歳の人とか16歳の人の、時々会議送迎をやったりして、うん、その意味では、なんか戦後の人たちとはちょっと話が通じないんですけど、うんうん、戦後の人たちの話を何か話が通じるような感じがあるので、こっちとしては参考になります。はい、どうぞ。薬師台3丁目の赤井です。今北森屋では、ブラブラ亭をやっていて、それを先週発表されたんですが、その時に先生がそれをいかに福祉につなげていくかっていうことが大事だねってすごく指摘をされまして、それを主人と考えることにしまして、で見回りだけじゃなくて、ブラブラ亭でもですが、待ってるんじゃなくて誘いに行く、引きこもってる人を、それも大事じゃないかなと思っております。どうにかして誘い出す、待ってるんじゃ来てくれないと、いうことに気がつきました。それからもう一つ、今和歌山さんがサロンのことをおっしゃいましたが、しなくこれから和歌山さんと山口さんとで頑張ってどうにかしたいと今考えております。仲間です。よろしくお願いします。経営会の4日目の伊藤と申します。私はですね、自分のことをまず第一に考えようというふうに思います。というのは、母親がやはり認知症で、大変な施設に入ったりとか、
施設から、いろんなところに回されたんですね。3ヶ月ごとに回された、そういう経験がありまして、それを見ていると大変人間のなんか一生がああいうふうになりたくないなと、そのためには自分自身が認知症にかかりたくないという希望があります。そのためにはじゃあ何をしたらいいかということになると、まあ、今現在ですね、団塊の親父の会というものを、親父の会24名くらいで24名、はい、やっておりまして、まあ、友達作りですね、友人作り、はいはいはい、それから近所の人または地域の人、そういう人たちを、うん、多くの仲間たちを作って、うんうん、いろんな活動をしていく、また現実的に今何してんの、まあ、いや一言でいい、やってること、うん、これで24人で、まあ、ある財を決めてですね、課題を決めてそれに対して論じ合うとか、そういうこともやっていますね、そういうことによって頭の活性化とか、はいはい、頭の活性化か、頭を使ってんだ、人を学び、うん、または仲間を広げて、うん、今後も続けたいと思っております、うん、はい、以上です、はい、わかりました、次行こうか、そっちか、私はですね、うん、現在今スポーツの指導をしてますので、うんうんうん、その方たちも自分も含め健康寿命を伸ばすために、指導を頑張ることと、うん、それからその会員さん方に今回学んだ住民流というやり方があるということをですね、お伝えするということ、それから3つ目は自分 の自治会の班の方々に、うん、助け合いに関してのアンケートを取りたいと思っております。はい、ありがとうございました。はい、次行こう、うん、水木の中村と言います、はい、私はもう自分一人では何ができるだろうかということを、うん、まあ、ここに来る前に随分悶々と考えていたんですけれど、この構造を受けましてこの向こう山三軒両隣とい う, こう下町風 の, そのやり方っていうのがやっぱり基本的にはいいってことがあったんで、ちょっとすら安心材料かなと思って、あ、今までやってきたことって大丈夫かなっていう、そういう気が今しております。それで、うちの方は割とみんなが仲良くしてるし、いろいろお世話焼きもいらっしゃるし、余計なお世話の人もいるんですけどそういう方も増えて結構円満にこう、なんか行ってるんで、これをもうちょっと深めて、まだあまり知らない方たちと、おしゃべりコンとして、ちょっとそういうのを深めていきたいなという感じがあります。それからあと前マップ作りの時には ALSの女性の方をお話ししたんですけど、ちょっと話が一歩進みまして、私政協 の助け合いの会っていうのを会員っていうか活動員になってるんですけど、彼女にちょっとお話いろいろして、そしたらやっぱり来てほしいということで、そこを通じて彼女に援助ができるような形になりましたので、まだまだ話し合いの段階で、これから具体的に週に何回というのは分かるんですけど、そういうのができるようになったので、まあ、どれくらいできるか分かりませんけれど、できることはやっていきたいなと思っております、はいはい、はい、同じく水木野なんですけど、水落ちと申します。水木野は2000所帯弱なんですけども、そこを一つの町内会で、一町内、はい、かーでかい、はい、ここに会長さんもいるんですけども、どう会長一人だけいます、それで大きなこと集まる場所っていうと、学校の空き室でサロンと、学校、あとは学校か、あとは公民館で、花水木っていう、はい、集まり、あと一つは集会所で手くれっていうのが行事いろいろやってます。その中で私もちょっとボランティアをしながら一緒にしてますけども、個人的に私は近所におせっかい焼きで認知症と高年齢の人を見守りっていうより、おせっかいな今日何してる元気とか、そういう話しかけをやってます、やってる、はい、
はい、あと一つグループでは、はい、精神障害の、うん、何のグループ？精神障害のグループで、うん、居場所がないということで、うん、居場所を作って、うん、そこで、うん、お茶飲みしたりなんか食事会したりとかいろんなことを話をただ聞いてます。どこです、どこの居場所、どこ、保健センター、はいはいはい、を部屋を借りてます。うーん、それと、うん、だから自分の近所、うん、そこはずっと続けたいなと思ってます、うん、ずっとやってんね。いやそんな大したことないです。はい、はい、分かりました、ありがとう。同じく水木野の菅原です、うんうん、まあ、水木野の町内会でやってる福祉協力員っていうのを任命、うん、されていますので、うん、まあ、その関係で勉強に来てるという状況です、うん、で、まあ、住民流福祉ということから言うと、今話し合ったように2000所帯6000人のところで8丁目に分断して考えても、まあ、200-300対象にやらなきゃいけないので、まあ、いろいろ勉強させていただいたことがそのままはおそらく適用できない、どっちかというと控除に近いものになっているので、まあ、そこをうまくこうなんか一緒に参考にできたらいいなというふうに思います。で、まあ、特に強く今回感じたのは周辺の情報が私全く持ってないなっていうところがありますので、福祉ニーズの発見っていうことについて一番重要だなというふうに考えてます、うん、で、まあ、そのためには周辺の この情報をどう組むかということが一番大事なので、まあ、町内会なり今話し合ったサロンとか集会の場面とか、まあ、いろいろ参加できるものに参加して、はい、情報を集めていきたいなというふうに思います、はい、集めた情報で福祉協力の方の、仕事に加盟していくというふうにしていきたいと思います、うん、はい、はい、ありがとうございました、うん、はい、どうぞ。同じく水木野の、うん、に住んで降りています、ね、うん、まあ、今回の勉強で非常に感じたのは、うん、ご近所の助け合いというか、なかなかその助けてほしいという声が上げられないためか、うんうん、やっぱり福祉ニーズというのが若干私から見るとなんかずれてるというか、もっともっと中核になるべきじゃないのかなと、うん、いうことを私は非常に感じております。今前の方もおっしゃったように、私も福祉協力員として今参加させていただいているんですけれども、町内会、は町内会のやるべきこと、それから町名といっても今話がありましたように非常に大きな水着の中でも一番大きな町名ですので。もっともっとご近所の中の深掘りといったらいいんでしょうか、そこらを私は、もうちょっとやっていきたいなと思っております。はい、ご苦労様でした。はい、どうぞ。松前台7丁目高杉です。私考えてますね、まだね、まず世話人を作ってないけど、まあ、私が世話人になりましてですね、うん、そこからまた始めていきたいんですが、やはりもう地域の、まあ、せいぜい5、6件程度が限界かなと思うんですが、ね、うん、まあ、昔から向こう3件、夜まで向こうから出発しまして、うん、地域住民の、まあ、各家庭の内情をまず知っていかなきゃいけないんですね、うん、で、まあ、その住民同士がお互いに会話ができるようなざっくばらんな環境を、まあ、作って、それのこちらから発信していくような感じでやっていただいて、それで、まあ、いろんな話を、する機会を多く作っていく、
そういったことで、まず、5、6人のグループが、今度から始めていきたいと思います。うんうんうん、で月1回程度、こうやってお話しする場所を提供して、やっていきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。あと、あんた、はい。東野の松本です。地域福祉活動、計画ということで、私は守谷地区、の世帯数で約5500ですかね、そこ の、 責任者をこの春から仰せつかっているんですが、実質この活動というのはもう皆さん同時進行でした、ね、約2年ですね、多分悩みを持っていることになるだと思うんですが、コツコツやってることはあるんですけど、やっぱり全体的にやろうとすると、地域活動計画のテーマに沿ってやる、何をやるか、対策運動をしましょうという、その程度なわけですね。やっぱりこの程度の話では、ここの話につながらないなと。で、私はその中の一つのブロックで約1000個の、またこれまた責任者なんですが、それが大きすぎる。で、そこで前回お話したように、その中のちっちゃな私がいる班で14個だけの班でやってる活動が、地域のつながりを作る活動をやってるんですが、やっぱその地域のつながりを作るという活動をできるだけその外に、こっちのブロック、10個、20個くらいのブロックにだんだん広げていきたいな、それをどうやって広げていくということをですね、これから考えていくのが私の課題かなというふうに思います。はい、どうですかね。はい、どうぞ。本庁の、町内会っていう町内会の前に、区長をやってまして、もう今年で区長4年目になりますけど、私の方のですね、町内会は約70件ぐらいの小さな町内会なんですけどね、それでも一人暮らしの人がですね、町内会に入ってないのがですね、約6件ぐらいあります。その人たちをですね、いかにしてサポートするかということは、民生委員の方は多分してくださると思うんですけど、その我々町内会としてですね、どういうふうにサポートをしたらいいのかということを私は考えているところなんですけど、で、私は今部屋に市からの委託されている広報ですね、広報を私は配って声かけるようにしてるんですけど、やっぱり出てきてくれませんし、先ほど言ったように、民生の方はどういう生活してるかと分かるんですけど、我々としては町内会に入っていればある程度のことは分かるんですけど、その辺のところは私の場合悩みかなと。それをいかにして一人暮らしをですね、サポートするかということが必要かなと思います。それともう一つ、先ほど親父の会っていうのをやるって言いましたけど、私の方も親父の会みたいなことを今やってます。それはなぜかと言いますとですね、僕は区長に入ってから、町と の、 草刈りの請負業を始めたんですね、でその草刈りに出席した人は最初はですね、4人だったのかな、私入れて。で今はですね、17人来てくれるようになりました。でそれは終わった後、じゃあ草刈りだけが面白くないからで、じゃあ懇親会やりましょうって言ったら、その集まりになったんですね。でその懇親会も、自分たちが手出しで、1回500円とか、お酒があれば300円という形で楽しまれています。そういうことです。はい、ご苦労様でした。はい、はい、はい、キラキラ2丁目の橋口と申します。今やってることと、それからこれからやりたいことを申し上げたいと思うんですけども、今やってる坂上さんも一緒にやったんですけれども、一昨年にソロンを立ち上げて、それが非常に新興住宅地で人のつながりがなかったんですが、それはだんだん広がってきて、効果が、実際の効果が出てきて、それからもう一つは、先生のそのマップ作りを前から私、本で知ってまして、で6月に私、自主防災組織の長をやってるんですけれども、その班が3つありまして、1つの班が平均すると30世帯、でその自主防災組織ですが、安否確認班というのは班に3人ずついるんですね。ですからその3人で30世帯を例の地図、
住宅地図を拡大しまして、この橋の半分ぐらいの大きさにして話し合いました。あの6巻全部延べ18人になりますと話しました。そうしましたら先生がおっしゃっているように、今私は民生委員を14、5年やっておりまして、大体分かっているつもりなんですけれども、非常にやはり爆弾物資産地図を作ることによってそれがはっきり見えてきた。ただその具体的にどうその助け合いにつなげていくかというのはこれからの課題ですね。それでは、まあ、これからどうしたい、したいことを申し上げて終わりにしたいと思うんですけども、まあ、そういうことで助け合いのあるそういう町を作っていく、そういうその町を作っていく上でも、まあ、コーディネーターとしての役割を果たしていきたい、こう考えています。それからできるではですね、非常に難しいんで4、5年かかると思いますけれども、震災が今小地域でありますけれども、200世帯からずの小世帯でありますけれども、大きな付き合いがありました。これを何としても実現したいと思っているというのが、最後まで安心してですね、老後を過ごして安心して、まあ、これを豊かにしても関するそういう街を作るということを目標に挑戦していきたい、こう考えています。はい、どうも。はい、はい、最後になりますけど、下げ野宿の阿久子と申します。民生委員として15年やっておりますが、歴代の町会長と連携して、町内会行事をずっとやってきております。で、町内会のスローガンが町内一家族ということですので、それを目指して、あらゆる世代、あらゆるジャンルの人たちを、まあ、組織化とまではいかなくても、そういう、できればそういう形にして、まとめていきたいなというふうに考えております。まあ、私はその受け皿作りというかね、その住民友好的な、お手伝い、できればいいかなというふうに考えております。はい、ありがとうございました。終わり。はい、ご苦労様でした。お互いの聞いてて何か共通項とかさ、何か感じることありました？どんどん言って、もう最後だからね。何だろう、皆さん、おお、俺んとことないだとかね。はい、なかなか何ですかね、親子一体の話を取っても理解してですね、非常に分かった方まで分かったんですけど、実際行動すると、特に男の場合は地域の方が結構仕事人間多くて、なかなかきっかけ作りというのは非常に難しいと思うので、それで木原先生の、まあ、ドリームマーケティングの中で僕らにワンポイントのアドバイスみたいなきっかけ作りであった、まあ、地図が工業に地図を作るんでしょうけど、地図を作る以前の問題でなかなかその状況が分からない、まあ、上山家は多少分かるんですけど、なかなか協力をしてくれないので何かあったら、それ考えましょうね、これからね。これからあと質問ですか。はい、50分、あれ50分かとね、だな。はい、考えましょう。他に何か、みんな同じこういうことで結構テーマ同じだなって何か感じました？あったでしょう。はい、私は皆さんの話を聞かせていただいたんですが、やはり向こう三軒両隣というか、それぞれの人たちがお互いに自分のできることをやってつながっていって助け合うということが、まあ、一番根底にあるなというふうに、まあ、それは皆さん共通に感じておられたなというふうに思います。で、もう一点は、それにあたって、じゃあ自分が何ができるのかということを、やはり皆さんそれぞれ考えておられる。で、自分たちが何かを始めなければ、何もできない、何もなんですかね、身がならないっていうか、そういうことも確実に皆さん感じていただいているというふうに受け止めました。で、そういったものを一人一人の方が考えるのと同時に、もう一つはコーディネーターっていう表現がありましたけれども、やはり全体のビジョンをどういうふうに持っていくか、誰かがそれを作って進捗をちゃんと見ていくという意味でビジョンが非常に必要なのかなと。で、ビジョンがあった時に、皆さん一人一人が頑張っておられるんですけれども、やっぱり人を集めて組織化するっていう機能があるともっと進展するのかなと。だからそういうところはやはり皆さんも期待しておられるんだけども、
そこにはやっぱり何か、まあ、町内会なのか、行政なのか、そういったところの手助けが必要かなっていうふうに皆さん共通にして感じておられるように受け止めました。以上です。お宅通常は、はい、お宅の通常水木の町内会長でございます。なかなかいいこと言うね。そういっぱい助けてもらってます。本当、今日も整理していただいてありがとうございます、ということで、まあ、一つは、まあ、ここに何か絞られてきたね。でもこれは本当男性からね、まあ、一応僕はいろいろ喋ったけどね、それにしてもね、男性がそうなんてね、かなりの方がこのご近所に実際に取り組み始めておられるし、やっておられたしね、これは男は苦手な世界なんだ、ここはね。ここはどうやってみてどうだった？14件でこう細かい立ち会いを小さいところで14件で意外と私は苦手じゃないです。本当？どうして？うちの関西よりも私の方が何で行きますから。行くの、珍しいで、あ、すいません、苦手というよりもですね、そのピンポンした時に、あるいは電話でもですね、最近の傾向、若い人の傾向は、ピンポン押さないでくださいと、何か用事があったらメモ入れててください、要するにですね、ドアを開けたがらないですね、その文化をどうやって崩していくかということで、それは実はものすごく、まあ、最近のいろんな情報、個人情報も の流れが多分関係してるんで、ね、それから悪いことをする人がいっぱいいるから、で、まあ、まあちょっとお話しましたが、その名簿を作るっていうのは、まあ、幸いうまく私とも言ってますけども、やっぱりそこをですね、その皆さんが嫌がってるお付き合いのドアを、窓を閉じてる部分をどうやってこじ開けるか、特に若い人ですね、そこが私は、どうだと思います？どう？大変なことが勝手に入んないで、うちに。あ、女性どうも？女性どうも？これ全国同じよね。別に森屋に限ったことない。全国同じです。家に入れない。どうやって崩す？一応、相手、見えるから。見えるんですよね。相手が。誰来たかなっていうのは分かるから。分かるわ、それで大体出て、あれ？と思うときは、これはその辺の販売かなと思うときは出ません。あ、オタクか、なんだでも若い人だとお子さん寝かせてるとか、あとは病人がいる場合はやっぱりピンポンだとちょっと失礼かなって、私はそういう場合は大体メモを置いてきます、連絡くださいって、そんな感じ。まあ、住民理由っていろいろ喋りましたけど、別に僕の流儀じゃないんですよ、誤解しないで。もうだって40年以上ずっと住民の営みを見てきた、もうそれ一本で僕やってきたの。もう関係機関のどうかなんてどうでもいいから、とにかく住民ってのは、皆さんも今日は住民じゃないのよ、皆さん公庁に近い方だな公庁ね、住民ってのはもう地べたを這いつくばって生きてる、あの人たちの助け合いの流儀ってのがあるわけですね。僕が何度も言った、その中にやっぱ転生主義ってあったでしょ。転生主義ってのは生まれ持っての資質なんだ、助け上手も助けられ上手もね、これはどうしようもないことでね。例えばお宅のとこで結局はそこで助けが始まってるのは助けられ上手がいるからよね。もうこれは大変だから、助け上手と助けられ上手両方いるわけです、カレントがね、14件でね。でこちらはうちの夫、息子を今日預かって、いやうちの子ね、数字で絵描いちゃうのよ、なんとかそれものにしてくんないかねなんて、そこまで言うわけでしょ。すごい助けられ上手だよね。そうすると動くんですよ、人間ってのはね。でルジョーと両方いるでしょ。もうそういうふうにペアが揃うとね、もう5、6件でも10件でもね、うまくいくね。もうこれ転生主義なんだね。だからいないと、つまりライジョーズがいないと一番苦労する、オタク一人じゃなくてとても無理かと思うね。だから上手な人はラリ上手よ、誰かいるかっていうのは。だからマップでまず陣容だな、その助け合いのね、陣容を調べるんだね。おラリ上手いた、おうまい、これショーだけどまあいいや、これル上手が大物注文をいて、まあ、この辺りでまあこううまくいかなとかね、その陣容を僕もまずマップで調べられる。もうだって決定的だもん、そこにものすごいラリ上手が言ったらみんな使っちゃうよ、その人が言ったでしょ、みんな使っちゃうよ。使っちゃうと変な言い方するけどね、もう助け合いなんか自動的に始まっちゃうのよ、だから僕はラリ上手、ラリ上手って言ったらもうこれが本当に一番重要なんですね。
その次の世話焼きさんも世話焼きやってほとんど男はほとんど無理だもんね。だからできん、だからニーズ発掘も言った通りね、男は難しいんだよね。あのほら詮索の話言ったでしょ。詮索の男はやるもんじゃないっていうのはルールだからね。ああしかし詮索してごちゃごちゃごちゃとあんなことやって見ていかないと、ああニーズって見えない。ニーズはもう相手は隠そう隠そうって言うんですよ。日本ってねすごいですよ。隠そう隠そうとするからね、こちら何をこの野郎してね入ってね、もうあの、ね、あの手この手でねその人のこうねこじ開け入り込んで、状況を調べないといけないんだね。助けてそれですよ。それやった後で初めて始まるんだよ。だからその難しさは、だからここで、まあ、向こう三軒でかなりね言われた、どうですか、どなたか言われた通りね、少しね、一度これ学長さんにもさっき言ったんだけどね、僕は上尾市だったかな、上尾市って埼玉にあるんですね、上尾市で老人大学を受け持った時ね、翌年からまた残りたいってのがいるんで、たくさんね卒業したくないって、まあ、みんな老人大学の悩みなのよ、卒業したくない、みんな卒業したくないって。だからね、しかし同じ勉強しちゃダメって言うんでね、ゼミ方式を取ったのよ。それぞれテーマを決めてね、でずっと1年間研究していきながら僕が時々アドバイスするで、ちゃんと調査もし何とかしね、でまとめるのよレポートをね。もうそれがうまくいったね。もうただまた学ぼうなんてこうやってただただこうやって学ぶだけじゃね、もうダメよね、病気になっちゃうね、障害学習症候群って言うんですよ。そういう学んで学んでまた学びっていうね、皆さんそれ落ちらないで、危ないよ。つまりどうして落ちるかというとね、一回ね学ぶとね、これやんなくちゃって出てくるんでしょ。それをやらないで過ごしちゃうとね、もうダメだね、また学習でしょ。出てくるのにもうだんだん出てこなくなっちゃう人数もね、もう永遠にですよ。この話したっけ藤沢市だったかな、障害学習講座があってね、3人の障害学習の、リーダーたちに発表してもらって、僕がコーディネーターやった。あなたはいつ頃から勉強始める、30ぐらいから65まで、今65、30何年間学習し続けると思います。素晴らしい。でいつ活動に移すんですかって言ったら、いやいや木原さん死ぬまで学習ですダメだこれはと思ってね、いや多いんですよね。だからきっかけができた時に踏み込まれたんだよね。これはもう絶対大事だ、やらないと。何でもいいから動くんです、とにかく踏み込まれた、何でもいいって使う、一点の踏み込む、これがねもうコツだね。これは皆さんのためで、自分のためでね。だからそういう意味で今ね、このご近所の関係、これだけの皆さんそれぞれ動き始めてるね。僕も知りたいね、その後ね、どなたが言った通りね、知りたい。だからもし皆さん5、6人がいたでしょ、絶対ご近所に感謝の人ね。で実践しなきゃダメよ。してもしね一定のあのとこまで行ったら僕来ますよ、来るよここに、うん、同じ埼玉から来ますよ、盛り上がりどうってことないからね。でやりますっていうのはね、これ大変ね、意義あることを言うんだよ。男がご近所福祉なんてね、何やってんだって思うでしょ。でそれ取り組んでみたらと結構いい成果出してますよ皆さん。僕さこの前もからねずっと聞いてますから、いい成果出してる。男がこれをやるってどうなるのかっていうね、それぞれがちょっと微妙に違うからますますいいね、うん、これお互いが時々集まってね、他の勉強もいいかもしれないけどね、これすごくいいから、うん、だってねそれをおやりになったら時々僕呼びはね数ヶ月1回ぐらい来ますよ。そしたらこれね僕も評価しますから、中身が良ければもう全国に僕発信します、マスコミにもね、もう彼の活動は僕の月刊誌に取り上げましたしね、うん、なかなかいいよね。こうやるね、そうするとこのそのテーマが大きく言うとこのご近所っていう、またもっと小さな向こう三軒、または小ご近所10軒ぐらい、そのあたりを含めてね、このご近所活動を皆さんね、活動計画の皆さんがこっちに少しねこっちにも力を入れ始めた、で実際やってみた、この前のマップも良かったよ、ね、これ一つねグループでやってみたらどうかな、どうやらない、これ一つね。だから今度はこの親父の会、これはねまあ要するに今これが最大のマスコミもねこれに関心高いね、2025年には団塊世代が75になるんだな。もうそこに今ね目標を向かって今いろんな機関もね、とにかく膨大なそのね、どうしようもない連中がね、そこに残っちゃう。
つまりどういうことかと言ったでしょ。結局夫婦で、夫婦のうち奥さんが妖怪をなったらね、もう本当ご主人はこう言ったら隠すのよ。もう全国のマップ作ってるんでしょ。例外なしよ皆さん。えらい困ってんのこれ。で挙句は殺すわけでしょ。そうですよ。つまりね、信を求めるってことはできないね男は。だから言ったでしょ、同じこういう会を作ってね、グループを作って、そしてその中にできればね、神さんと一緒、男だけじゃなくてね、神さんと一緒に、作った時にどちらかが妖怪をなってもね、支援を求められるのよ。向こうは助けてくれるんだけど、こちらは拒否しておしまいのね。これはね、もういずれこれから皆さんどっちかは妖怪になるわけでしょ。その時ですよ、その時にね、この親父の会が来てくる。だから僕もそういう点からも力を入れてるんですけどね、マスコミが来ますよ、木原さんどうですかとかね、うん、これこれ。だからその時に友人作りもいいけど、だからこれは夫婦で、これ夫婦じゃないでしょ、男だけだね、男だね、はい、親父の会とか眼界の世代で構成する勉強と世代の人も、うん、だからいろいろちょっとずつ聞こうと思ったらそれぞれ微妙に世代違うんですよ。眼界なんか好きじゃねえんだよ。眼界好きじゃない。まあどのあたりからね、だからそれをね、こうやってどういう形でもいいから、これ全体でいいですか、俳句も学びもいい、水中もいい、それぞれね、サロンもいい、それぞれがくどいようだけど、ここは地域福祉だから言うけどね、それをもうくどいようだけど、福祉で、つまり助け合いにそれを発展できるかっていうことなのね、全てそうです。だからみんなそれは触れたくないっていうのはもう人情だからね、っていうことは福祉の役に立たないっていう、つまり助け合いにはならんっていうね。だからサロンにしても、もうこんなにくどくどって言いましたけどね、そのこれにしても、なんだブラブラって言うんですよね、うん、どうしたら我々の活動がどこかで福祉にね引っかかるかっていうことをね、やっぱりやっていただいた方がいいと思うね。やっぱり今皆さんの活動計画見てて、やっぱり一番物足りないのは、やっぱりあれはどっちかというと福祉っていうよりはふれあいの街づくり計画書なんだよね。本当はこれだけ介護だって、みんな今何人いた、お母さんね、妊婦介護って今2人いたでしょ、もっといるよね、いるわけです。皆さんもうこれ認知症だって一言じゃないわけですよ。そしたらどこに入ってるのこれ計画にね、ほとんどなかったな。もうこれで持ち切れしましたからね、うん、もうならないからどうしたらいいかっていうね、もうこれぐらい入っていいと思うんだけど、まだそれもあんまりなかったな、ほとんどね、うん、だからもう福祉にちょいと触れる程度のその前の段階だね。あ、皆さんだけじゃない、全国同じ、大体福祉計画って活動計画がああなっちゃうんですけどね、もうちょっといっぱいズバリと入んない。だって一言じゃないでしょ、お母さん90いくつやね、そうでしょ、大変でしょ、もううち帰るともうお母さんのことで頭いっぱいでしょね。そういう状態ならこれを何とかしなくちゃいけないね、これね。だこれがですよ、次のテーマ。その、まあ、次は男、一つが向こう三軒、大きいんじゃ。次はこの親父の男っていうね、この人たちがどう連帯しね、困った時に助け合う。一番大事なのは助けを求めることが男ができないのが問題なんだよね。介護力を身につけろってんじゃないんだよね。一生懸命男はやってるんですよ。奥さんの介護はね、すごいやってる。もう全国みんな知ってますよ、ボランティアは。ご主人が奥さんを介護するのはもう、もう感心するぐらいやってますよ。問題行き詰まった時に母ちゃん死んでくれってなっちゃうんだよ、ね、だからつまり助けられる状況ですよね。もうここのところなんとかそこに向かってやっぱりやった方がいいね。だからいざというと大体ね、神さんの例えば24人いればいいですか、奥さんがちょっと具合悪い人いない、いると思うよ、どう24人いて2人全員ピンピンだ、ピンピンどうその人よ、その人に目つけんね、奥さんだけじゃなくてご主人をやっぱり管理して同じよ、そのようなんでしょ、同じです、同じで。だから特に今問題は女性ってのは結構ね、地域にも助けを求められるしね、そんな事件起きてないんだよね。男がね、神さんを会話するともう事件だ、4人のうち3人男でしょ、殺してんだね。もうこれはね、絞らないと、テーマをね、男です。皆さんは何ができないかというと、活動ができないんじゃなくて助けを求めることができないので、みずみず神様を殺しちゃうわけだよね。そこをどうするかなの夢っていうのはね。そうすると夢というのそういう、だからその時ね、さっきテーマが出てきた、テーマね、テーマって言う、テーマは足元にあるんですよね。だからもう一回言いますよ、24人いたら絶対にね、病弱の人、障害児を抱えた人ね、
認知症の方を持った人、要介護の何人いると思う、 4,5 人いると思うけどな。それよ、それを触らないようにしてたんじゃいくらやってもダメ。触るんです、それに電話その時誰かが出た一番勇気を持って、いや俺のところ患者さんがよ、今日はもう今日忙しいんで、じゃあ今日はお前んちだやろ、サロンはな、でちょっと手伝うからよとか言って、もう手伝ってくれよなんて言える男になればいいね。誰かがやんないと、それを触らないで、あと福祉テーマって何だろうなんてやったらダメよ。いるんだから、足元にテーマあるっていうことですよね。だからもうビジョンも何もいいです、いいいい、とにかくそれに取り組む、女性はそれに取り組めるわけで、足元にちゃんと、ほら足元いくらでもいるわけでしょ、おたくみたいにね、だっているわけだからって言うんだけどね、ちょうど認知症に触ってるよね、いるんですよちゃんと。だって僕の知り合いのね、川崎市に鈴の会っていう介護ボランティアグループがあるんだけど、鈴木恵子さんっていう人が、まあ、今65ぐらいだけどな、あのリーダーなんだけど、彼女は自分のうちの周りの家族介護者だけで会作っちゃったよね、わずか50件の中よ、いるんだね、10件ぐらいで。でどうやって見つけるのって聞いたら、うん、うちの周りはね、毎日こう杖ついて歩いてる人がいるでしょ、キャラさん、うん、もう声かけんなって、ちょっとうちに寄らないって。でスーパーなんかで行くとね、もうこうやって車椅子とかね、それからなんかこうやってとしたら、もう必ず声かけて、うちに来ませんって言うんだよ。これ声かけられる、できないでしょ、それやって。で10人ぐらいで家族の会作っちゃって、自分の周りだけで。いるんだね、いるんですよ、ちゃんとうちの前で撮ったらもうすぐパッと声かけちゃうんだよ。いやそれやれって言ってないよ、それだけいるわけだね。だから足元にいくらでもうようよしてるわけで、福祉にってのはね、その一番大事なのは、その仲間のこの一人の中に、この20人の中にもう 4,5 人がいるから、もう十分活動テーマ一つ助けてみるんですよ。いや俺んとこほっといてくれた、まあ、みんなこいつのお母さんなんとかしようってね、やってみるんだね。それ以外ないと思うのか、ね、活動っていうのはそういうもんなんです。どっかね、どっかないかな、もう一回ニーズ発掘調査やるかなってそんなこといいんですよ。味も俺男はそれが下手なんだよね。なぜ下手かというと、やっぱりニーズに飛びつく気がないと言わざるを得ないな。厳しいがつつね、飛びつく気があればいくらでも周りがあります。だからそれができなきゃいいですが、この次できなければ女ができるわけ、また皆さんの神さんができるわけだ。え、その神さんとペアでやって、神さん分かりますから、ニーズはね、皆さんの奥さん分かります。女ってそういうもんで、ね、見えるんです。で皆さんが見えると、男は見えるって難しいんですよ。本当言うとね、本当言うと難しいの、男性見える。いや俺見えるよってのはいいけどね、どうぞやってるの。しかしほとんど男って見えないな。やっぱり困ってるのかってやっぱり見るの女性なの。この詮索好きだけでも、男はもう詮索好き嫌でしょ。見ないようにしてるんでしょ。でしょ、見ないようにしてるんでしょ。みんなそうだよね。見たら気持ち悪い。見てるの不審者って言うんだよね。全く不合理だよね。まあ、隣の洗濯物が同じなんてこの人でしょ。近くの市なんですよ。市が見守りネットワークを作って、チラシを作ってね、ケアさん、こういうチラシを配って、これで気がついたらね、電話通報するに行ってあるんですよ。その中身を見たら、お隣の洗濯物、いつも同じものが干してあると。それを僕は言えるか。男が。ね、いつも同じ下着だなってよくも言うなと思ったら、僕笑ってたけど、コロナで、ね、そうって言ったら不審者じゃないかと思ってね。だからね、神さんとペアっていうことも一つ手があるんだよね。大事なんだ、デザイン大事だけど、男はそれはやったらまずいんだついつい見ちゃうから、僕なんかね、だから一つはそういうふうにして、あの福祉に関わるっていうことは、それぞれ何をやってもいいけどね、何をやってもいいけど、例えば俳句やってても、俳句やってる方だ、誰だっけ、俳句、はい、俳句から福祉にどうやって接近する、なんかないかな、どう、例えばだ、例えば、はい、俳句から福祉、いや、あの俳句でやっぱりうまい詩を作る人は全然の人ですよ、うん、それで、うん、だからこの間あのその俳句の会の後に食事会したんですけど、なんか俺何もできないんだけど、焼肉焼いたんです。だからみんなその年寄り女の人みんな食べて、でやっぱりあのよくその人たち聞いたら、あのちゃんと今までやって
いろんなところで、書道の方を教えたりなんかして、やっぱりすごい人みたいで、ちゃんとボランティア活動やって、今は、本人がやってるのね。本人が、そういうところに来て、いい歌を時々やってるから、その意味では、だから。いくつ、90いくつの方？いくつだっけ？輪投げの人は92で、今かって、俺より前に。あのね、そのあと一応家まで行ってたっていう、まあそんな程度しか出ない、うん、どこかで福祉にね接点がある。例えばね、僕の知り合いのね、まあ、ある本田か、本田を退職して、で何年かしていろいろ地域活動してる人でね、で短歌もやってるんだね。でなぜ短歌をやるのって聞いたらね、寝たきりになってもできる文学っていうのは短歌だって言うんだね。待てね、うん、そうすると俳句なんかを例えば妖怪保護者に広げていくって手もあるな、うん、僕は最重度の障害者の施設でずっと昔勤めたんですけど、俳句の先生が来てね、これが人気あるんですよ。でみんな重度の方ですよ、すごいね、方がね一生懸命俳句作るんだね。でこう先生が褒めるとね、これを僕らが短冊にしたいけどね、それ言ってみると、自分の部屋ってのはお部屋の押し入れ、押し入れっていうか戸はこれぐらいしかないんでね、皆さんも特用に入るとそうなんだよ開けるとね、ちゃんとここにあーって褒めてもらった俳句をね、もう自分の子供みたいなもんだな、あれね。いやー、いい感じだね。だからもう生きがい欲しいんだよね。その生きがいを与えてね、それをこうやって自分の子供みたいにね、こう飾ってやるのを見るとね、すごい意味ある。だからそういうふうにして、その人にとっての俳句は何かどっかで福祉につながんねえかなっていうのはね、普通中、まあ、これはそのまま福祉ですけどね、できないかなと感じられますね、はい、それからちょっと待って、私がお付き合いの流儀ありましたね、皆さんもう忘れちゃった忘れちゃいました。はい、あなたのお付き合いの流儀はってやつね。で10個並びましたね。今全国でまだ僕は、まあ、もう毎回どっかでやってるんですけどね、あなたはどう思いますか。まず1番目なんだっけ、私自分、まあでも夫がボケたっていうことを言えない、自分の夫がボケたことを周りに広げられるのは困る、助けを求めるのはできない、迷惑をかけることはできません。これ4つだったね。次はこのする側で、私はいろいろ周りを詮索することは嫌だね、詮索しない。だからおせっかいはやりたくない、こじ開けはましてはやりたくないね。で自分の知ってることを周りに言いふらすことは私は口が固いから言わない、こういうことでしょ。ここで8つだね。まあもう2つありますけど、要するにこういうことでね、助けが広がらないわけです。今皆さん一生懸命やってるけど必ずそれにぶつかりますよ。まだ無理なんだ日本助けよ。だってその24人のうちのちゃんと俺のようかみさん、ちょっとこの頃ちょっと認知気味なんだよなって言えるかね。言えないってことは、まあそんなんだ、まあ今日は楽しくやろうやでしょみんなね。その間は全然福祉になってないもんね、うん、だからそこのところこうやって、今ね僕娘に作らせたの、結構綺麗でしょこれ、これグリーティングカードってね。でこう開けるとね、なんて書いてあるかというとね、認知症を隠さない町宣言とか言ってね、で65歳以上の6人に1人が認知症という時代、発症しても安心して暮らせる町へまずはオープンにすることからってして、でさっきの10個をね認知症に引っ掛けて6つ並べてみたのよ。まず1、家族が認知症になったら周りに打ち明けよう。2、介護で、あ、認知症のよ、認知症の介護で困った時思い切って助けを求めよう。3、道に迷った人などがいたら臆せず通報しよう、認知症の人が困っていたら進んで関わろう。ご町内の認知症の情報をみんなで共有しよう。認知症の人も触れ合いの仲間に加えよう。まあ例えばですよ、あれを具体的に認知症に引っ掛けるとこうなる。でこういうのも作ってなんとかね広げないかと思ってね、実は名古屋のね、長久手市っていう市があるんですよ。その市の市長がね、これに乗ったんだね、お付き合いの流儀面白いってね、いつもね手帳にこう持ってんだからって、でこれをあげてね、どうだって
認知症を隠さない町宣言って市長どうだって言おうと思ってのを作ってみたんだよね。もうこれを超えない限りはねダメなんだよね、うん、言うならいいよ、言わないでしょ、みんなどうですか、悩み言うことから福祉って始まるんだよね、言わないでしょ、うん、だからいくらニーズ発掘してもダメ、うん、まあそこのところをね何とかしたいなと思ってるんですけども、あのお付き合いの問題もありますけどね、まあ繰り返しますと、一つがこの親父の会ね、男の世界をどう、ここに福祉をどうかめるかだな、それからここがまあ認証ですよね、やっぱり出てきたね、今日出てくると思わなかったけどね、やっぱ出てきたね、うん、でこれがこれ微妙なんでならないってどうやったらならないかよく分かんないねならない人はならないしねなる人はなっちゃうしね、でもねすごい数でしょ、もう一回言いますよ、65歳以上の6人に1人だよ、ここにもいるじゃん、みんな今日何人65歳以上本当ですよ、65歳以上ってどれぐらいだろう、今日半分以上、あちょっと手を挙げて、お えらい、もうほとんどじゃないか認知症になってます、ちょうどここに1人2人少なくとも2人はいるんだよ、こういう時代なのよ、本当これ笑い事じゃないよね、で養子縁1で40何パーセントね、正確に言うとね、養子縁1なんてもう皆さんもうそろそろ養子縁だよ、1ぐらいだよ、どう、若年性あるから、あ若年性ある発言内容聞いててその件があるですそうするとね、水企業は結構、うん、あの SOS 出してる住民が結構いるんですよ、それで協力員っていうのがいて、一人に対してそうするとね、いつの世の中その言えた人、お宅のお母さんもね、お宅のお母さんじゃないや、結構、ね、言える人もいるんですよ、言える人を中心ね、と助けられ上手、こうでやんね、こうでやってね、あれはすごく影響力、日本人ってね、みんながやってるとそれにならないよ、うん、そうでしょ、もう一番いいのはね、私も助けてもらって、私も助けてもらっておりますって、僕は全国で今やってもらってるのよ、結構人数いるんですよ、あいいじゃんそれ、うん、町内会長がいいからそしたらね、いいですか、その代わり要するに言って始まるんで、助けてね、そうすると言えた人がこうはちょっとあんたあそこのうち行ってって、まずねその言えた人をきちっとね、まあ、みんなの前で、私はこうやって認証の音を抱えてね、皆さんこうやって支援しておりますっていうことをね、みんなでこう言うの、ここでどうかの、どうしよう、それこそ講座セミナーやったら勇気、何が勇気やる、だってもう言えるんでしょ、その人は言えるんでしょ、あの僕全国でやってますよそれ、いやすごくね評判いい講座、もう今までのボランティア講座と全然違う、ああ私もそうだった、講師はどなた、講師はいらないよね、もう体験発表させればいいじゃんな、またはねこういうことあるの、僕はねあの講師で言ってますけど、あのパワーポイントがあるんですよね、つまりパワーポイント見せてこれだこれだって言えばいいんだよね、だから僕ねパワーポイントをね、いや我々でやりたいけど木原さん何とかしてくんねえかっていうから、私のパワーポイントの映像にあったんですよ、映像にそれぞれ説明をつけるわけよ、僕がいつもやってと、その通り喋ればできるようにしてね、できるでしょ、それを今ねやろうと思って、今時間を見つけてね、もう頼むって、あの実は鹿児島のね霧島市からね、我々でやりたいから講座をね、ぜひそのパワーポイントね、それやって作ってあげる、でそれやって、さてあとは体験者でしょ、こうやって助けてもらえてます、今度は、ね、皆さんどうあなたできますかってこうフラワーに振るとね、みんな考えるよ、やってます、それだけで十分よ、でアンケート調査を配るとね、すぐ回収するの、すぐ回収するとね、みんな書いてあるから面白いよ、一度やって、いや私はどうして助けてって言えなかったのか今日分かった、そうだ、うん、あのつまり助けてくれっていうことは自分の弱みをねさらけ出すことだ、それは私のプライドが許さないからできなかった、しかしそれを出さないことには助けはね、助けては言えないんだっていうことは今日分かりましたとかね、まあ、なかなか深いことをみんな言ってるよ、もうそれ僕分析するのね楽しみなの、福祉についてものすごく深いの、もう人を助けるときは大して広くないね、大して深くないね、人間ってね、人を助けるときってね軽いもんですよ、助けてもらった、また手下げてもらわなきゃいかんのかを私もキャーと思ってね考えるわけよ、それが福祉の一番大事なことでしたでしょ、うん、福祉は困った人が助けてということから始まるさでしょ、だからそのできる人がいるってことはね、どうやんない、これだけ言ってんだ僕は、やんない、森屋初の助けられ上手講座3人が発表する、いいね、いいよ、マスコミが来るよ
マスコミってそういうね、意味は分からないけど面白いってことは分かんない、マスコミ。あの新聞記者ってね、面白さに対する感度があるんだ、あの人。ただ意味は分かんないこういうとこですけどね、だからすぐねパッと反応するね。もう大体僕何十年あのマスコミと付き合ってるけど、まあ、これは乗るなと思ったらまず乗ってくるね。ほぼ乗ってくる、間違いないって。今はラレ上手なんだよ。僕20年これ言い続けてんのよ。もう遅いんだよ社会は。20年前から言ってるの僕は。今はもう昔なんかバカみたいに言われちゃって、福祉関係助けられ上手でバカみたいってね。何言ってんだギャラ、ね、もう叩かれましたよ福祉関係者が。特にね、マスコミが5、6年前から乗るようになってからがぜん福祉関係者も変わっちゃってね。この大震大ね、全国セミナーな助けられ上手で書いてあるんだ、あんなやろうと思ってね、勝手にテーマ何もないのに助けられ上手、つまりこれやると客が来るからやな。今福祉の大事なことは一つがこれでしょ。だから今その全国セミナー開かれてみたら、ご近所なんとかと助けられ上手、この2つ使ってドバッて中身ないのに、つまりこれが2つが売れるっていうことで、このご近所また助けられ、この2つをね表に出せば売れるってやつ。まあ、そういうことです皆さん、間違いないんだよ。そうするとね、今そのいるっていうことが事実ならばね、でお宅もね、あのお母さん障害で抱えたお母さんがね、ちゃんとお願いしますって言ってるんでしょ。あれはね、彼女が生きてる間に使った方がいいね、うん、なるほど。だから障害者って閉じるでしょ。災害だって結局ね、登録したからない人は障害者の家族なんですよね。登録率がねみんな9割8割なのに、障害者を持った家庭は3割ぐらいだもんね、登録率はね。だからそういう人がいるってことはね、使わない人材です、うん、というふうに。どうですかやったらどうですか、というふうにして助けのコツはそこになるんだ。まあこれが一つね。まあこのラレ上手もありますけどね。それが要するのさっきのお付き合いの問題、それからあとは、このサロンだね。まあそんな全国でやってますけれども、問題はサロンはただサロンで終わっちゃうというね。でこの前喋ったとおり、ブラブラ亭でもチャンスはありましたね。ウォーキングしてる人たち、犬の散歩をしてる人たちをうまくね交流させるってのはいい役割じゃないのこれでね、うん、できますよ。これ言わなかった、桜市、桜さん違う、あそこでまあ割とこう、いわゆる高級住宅街みたいなんだよね、あそこもね。もう触れ合いなんか全然やってない。何かしてないか、何かしてないかって僕言ってる間に、犬ならって言うんだよ、それだって思って、だから犬の名前全部してて住民は。だから愛ちゃんのお母さんとかね、みんな人間はね、人間名前わかんないからね。そしてなんかこれで福祉関連なんかやってなかったかって言って、いや私は歩きながらね、犬の散髪がこのおばあちゃんと小ばあちゃんの様子を見てる。みんなやってんだよちゃんと。それが女性の凄さだね。ちゃんとやるもんね。必ず犬の散歩だけやるのは男でね。そこに必ず福祉を引っ掛けるのはまあ女性なんですよね。これはね、ちょっとかなわないな。だから、そしたらね、3分の1ぐらいご主人にチェンジしたってね、なかなか地域デビューだよ。ね。それをもとに今運動やってます、いろいろ乗っちゃってやろうっていうことで、例えばみんな適当にうんちすんでね、うんち袋を作ってあげて配ったりとかね。それから散歩してる近いところで家庭菜園やってる人たちがいるんで、その人たちの無人販売所で売ってあげる、まあ、それとこう犬の散歩と結びつけて、犬の散歩と家庭菜園とね2つを結びつけて、うわーっといろいろやってますよ。まあやり始めたらすごいね、感動しちゃったよ、うん、初めは全然ダメ、ここはね助けなきゃ全然しないんだからとかなんか言って、みんなね奥様方ざまつぞくで、だからねやればできるんだね、うん、そこの引っ掛け方よ。何をきっかけに運動していくかね。必ずそこに福祉を入れないとやっぱりな、やっぱりね味が出ないな。味はね福祉が入ると味、そうでしょ。ここで思い切って言ってみたら、みんなが俺の神さんのねことを助けてくれたと思ったら、これありがたいよ。やってくださいね皆さん、そうでしょ。ね介護だって助けはできるんですよ。できないなんて皆さん思い込んでるけどね、できるんですよ。もういくつか事例喋ったと思うけど、ちゃんとね介護のって、特に奥さんなんかはね、介護友達が作ってるでしょ、やってますよ、うん、まあ、そのあたりをね福島でもう介護まで入らないとダメですよ。もうこの間通りに、もう要介護とかね要支援がゾロゾロでしょ今ね。
だって厳しくなっての介護保険厳しくなったでしょ、うん、グループホームだって毎月15万だよ。15万払えるね、厳しいんです今。だからもう本当に降りてきてるの払えないからね。しかし要介護ですよ、なんとかしたくなくちゃね。え、要介護はダメだ俺たちはなんてね、住民やってちゃダメだ、もうそこまで払わないとフレーでおしまいじゃね。悪いけどダメだ、リーダーだから言うけどね、ああフレーだけじゃなんてね、フレーなんかでも悪いけど誰だってできるわけ。問題はそこからもう一歩踏み込んでね、そのフレーを通して必ずこのサロンのところにそういうね、いいですか、悩みを持った方が近づいてくるんですよ。間違いないです皆さん、僕はもう40年やってんだからね、来るんです。あそこ、その時に誰か一人でもいいから、そのね、お宅なりか誰かがね、ああ私のうち来なさい、なんかしてがいいからねって見てる、見てるんだみんな。あ、あの人に言うと助けてくれるなと思うんですよ。と来るんだよそこに。ね、そうやって、そうやって近づいてくるんです。必ずサロンにも来るよ。来ますよ。もう保証するからで。で、それに食いついてくのよ。それね、いやー、100人揃ったなんて言わないで、とりあえず一人でいいから、ね、まとまらないと皆さんやる気起きないよね。一人でいいんです、一人で。どうすか、特にこのご近所あたりはね、一人にかかればね、みんな見てますからね、ちゃんと見てんだよ。あ、あいつらなんであのおじいちゃんの支援してんだろうね、何やってんだろう、へえ、助けんのか、へえ、人間ってそういうことやるのかってことでしょ。分かるんだよ、ね、だからご近所で地域を変えるの、ご近所で変えるのすごく楽なんで、皆さん2000世帯で変えるのはね、皆さん無理だな、広すぎちゃって空気が伝わってこないね。あそこでなんか誰かがね、ご近所、例えば渡さんがね、ご近所支援してる。2000世帯じゃ分かんないよね。分かんないでしょ、みんなね。うん、分かんない。しかし近くにいると、おお、渡さん何やってんだ、あれはね。ね、おお、結構いいこと言ってんじゃんか。こういうこと。もうすぐね、広がんのよ。つまり、助けの輪を広げるのはね、この辺りだってわけないのよ。だからご近所っていいんです。あとはそれをどうね、広げていくか、またあの輪を広げるかでしょ。そこで必要なのがこのコーディネーターって言ったでしょ。で、今僕が一番目つけてる、今全国でこれから僕も始まるんですけども、ご近所言ったでしょ、ご近所、まあ30世帯から80世帯、これを3つ4つ5つ持ってる民生委員が300世帯だな。ここです、この民生委員、民生委員とは限らない、ダメな民生委員はダメよ、行っちゃ世話金をこうやってね、応援すべき、ほら世話金のとこ行っちゃう、この 5つ持つのは大変ですよ皆さん。まあ本当はせいぜい3つぐらいだ、本当はね、行って、世話金さんご苦労さんですね、何難しい、あ、妖怪が、あ、ちょっと待って、私ね、ケアマネしてるからね、ちょっとね、ちょっと一応ケアマネ作ってみましょうね、こうやってね、あ、助かるよ、このご近所サポーター、これをね、これがもう鍵を握ってるね。ただこれはサポーター、つまりそういうサポーター的な推進者的な能力がなきゃできないのよ。活動者はできないの、活動者なんてプラス推進、こうやってご苦労さんね、世話焼きさん、何これ、 あ、じゃあちょっと私行ってね、ちょっとあのグループホームでちょっと相談してみるからね、あ、グループホーム、あ、ちょっとで、やってやってやって、あ、助かんね、あの人は、こういうふうにやりながらね、自主的にご近所で助けをし、難しい問題をね、関係機関と結んであげるって、これができる人を今ね、とにかく、ね、まず福岡でやろうってことになって、来年ね徹底して10回コースぐらいでね、もうこれがいないことにはね、広がらないんだね。校区が広すぎて、2000だといくつの動きになっても、2000を50世帯で割るといくつだ、 40でしょ、40は無理でしょ、無理なの。ちゃんと権益ってのがあるんですね、50世帯、その次は300世帯の、ちょうど民生委員の権益が一番いいんだな、ミッドフィルダーって言ったでしょ、サッカーで言うとミッドフィルダー、ここです。これが 5つはね、ちょっと大変なんだけどね、これ現実の言うとね、5つは持てないな。それでもいいから、とにかくそのバックアップするで、推進し、で上の力をね、引き寄せてくるという、これがね、いると広がるわけです。もう校区はね、校区はその後ろでしょ、まさにディフェンダーですよ、サッカーのディフェンダーってのは、要はね、それぞれミッドフィルダーも超えちゃったっていう球をね、何としてもゴールにでしょ、あれです。だからあの校区の皆さんもね、やっぱりご近所でマップ作るときに行くといいですか、いろいろなあの課題が出ますね、10個ぐらい出ますね、マップ作る、そのうちのこれとこれは校区だなって分かりますよ、つまり皆さんがやるべきことって出てきて、例えばさっきのお付き合いのあり方なんていうのは、これ環境作りでしょ、助け合いの、それはもう校区でしょ、
だからまずご近所行ってニーズをもう直に触れて、ああすげえ問題があるんだな、ああじゃあそうか、みんな認証助けてって言えないんだ、そうだ、じゃあこれを我々工具で講座をやろう、助けられ上手講座を開こう、工具でね、よし、じゃあ助けられ上手さんいるから3人で、これ自治会よりは工具の方がいいね、いいでしょ、はい、そうやってね、まずご近所からニーズを発見、ニーズはここにある、でマップを作らないと分からないけど、でそこを振り分けて、これは自治区でできるけど、これは幸福でできる、もうこれは地域全域でやるかと、っていうのを振り分けりゃいいんだよ、うん、だから幸福でじっとしてたって何も見えないよ、無理だよ、悪いけど何も見えません、見えたら不思議なもんだよね、ということで広げる方法ってのは今のここのちょうど言ったでしょ、ご近所が、まあ、5つあるちょっと多すぎんだけどな、で55、255、255、255、250世帯、これでも250世帯だもんね、ここのご近所サポーターがね5つ回るのはちょっと本当はねこう3つぐらいが限界なんだけどね、この推進者でこれが難しいんだ、でこれとこれが工区とね、工区や関係機関ね、ケアマネア館包括なんかと結びついてこう上手に生かすのがこれなんだよ、つまり要なんだよやっぱこれね、うん、ここは無理よ、こう主体的に動くのは、ね、無理ですよ、うん、なんかね今全国の社会福祉協議会一生懸命公務社協を強めようとしてるけど、はあ、無理だな、そしていいですか、本当に言ってこの人がもうすごいもう全40ご近所うまく掌握できてね指導できるとなったらものすごい超大物の世話機ですね、こんなところに来るのバカらしいぐらいな、ああちょっとそういう玉っていない、悪いけど人材いないな、ああそういう優れたね幸福2000世帯をね掌握できるっていう人いますか、無理だな、ね、いないよ、僕は40年見てるけどいない、このここだってねそんなにないんですよ皆さん、300世帯掌握できる人っていないんですよ、難しいんですよ、これ本当に難題だけど、なんとかしないことには広がらないからね、それぞれご近所バラバラにやったわけでしょうないもんね、今これこの人材どうやる気ある、やる気あったらやる気あったらできないものできないものはできない、まあ、そのあたりはこの広げる方法ですね、あとはみんなほらそれぞれね政権の助け合いもそれぞれやってんだね、あとはそれを全体をこう広げていき、またはねここ集約していくってこうだな、ここのところでうまくねやっていけばいいね、だからもっと言うとねいいですか、このご近所サポーターを例えば政協を助け合いしてますよね、あれ結局元の政協の本部がそういうことをやってると、それをうまくどう生かしてこの中に入れ込んでいくかっていうこともやっていいですね、つまりそれぞれいろんな団体がいろんなことをやってますから、それをでこちらここはまだ政協入ってないと思ったら政協の助け合いも栄養補給してあげると、そうやって全部それはこのサポーターがやるんで、つまりこのご近所の助け合い力が助け合いがまだ強くないね、弱いですよね、しょうがないもんね、それを強めるためにはこちらの力をこちらに投入しなきゃいけないんだよね、そのために勝手に投入しとこちらがやる気なくなっちゃうから、そこに工夫がいるって言ったでしょ、例えば NPO が移送サービスでねわーって行っちゃうとね、もうこの辺はもう車でみんな送ってあげなくなっちゃいます、そうでしょ、それはまずいでしょ、やっぱりご近所の人が運んであげるのが一番いいわけで、つまり助け合い力が強まるからね、だから NPO にただよこせって言うんじゃなくて、 NPO はここのご近所の人材を NPO のリーダーメンバーとして、ね、採用してその人を使うと、ちょっと手を組んだやり方やるようになりますけど、ご近所の助け合い力を削ぐようなやり方はダメなんだよね、うん、でもそうやって元にコロナがきちっと広がっていくと全体としていい地域ができるんですね、それをこうつなげていくのがこのこういうコーディネーターですね、はい、あとはあとうーんこの役所の地域担当制これねなかなかいいですよね、どうだったっけ、あ、おたくか、うん、どう周りやってる、他の職員やってる、どれくらいやってる、ここだけの話でそれは無理があるのはね、やっぱりこういうのはさっき言った通り資質でしょ、一定のねお宅が来たけどね資質なんだよね、やる気のない職にこれやらしたってどうしようもないよね一応市長はやれって言うからやるけどね、あもう全国あるんですよこれね、地域担当制といいと思うんでしょう、嫌だよなと思ったらもう無理だよねこれね、資質ですよ資質、市役所の職員にも制約がいるんですよね、その制約が動くといいんです、
その背焼きをここに持ってくるわけですよ。大物背焼きよ。これ大物背焼き、超大物だ。だいたい50世帯でだいたい 10人ぐらいの背を焼いてるのを大物背焼きって言うんですね。じゃなくて500世帯ぐらいの地域で自由に動き回れる人を助けてね、それが超大物って言うんですね。もちろん50世帯全、500世帯全部じゃなくて、それぞれのご近所ごとの背焼きを見つけて、そこを使ってるもんね。そこはできるわけ、使うことはできるんだな。ご近所ごとの大物背焼きを使えるほどの超大物、これが民生委員権益、町内権益にいるんです。たまにこれを今一生懸命探さないと口座ができないからね、まあそういうことなんですね。はい、で認知症だ。これだって本当認知症どうか計画に入れたとこある？フォークで見なかったね。僕見た？どうか見た？認知症これだけ大きな話題になってるのにね、やっぱ逃げたと思われてもしょうがないよ。福祉は逃げたと、どうざっくばらんでと、これだけでも皆さん知ったことじゃない。僕だってボケる可能性あるんですよ本当、昨日もなんかねちょっとしたことを忘れちゃってね、やばいなと思って、ね、早く仕事をやっちまおうと思ってね、ボケたらできないからね、急いでるんですよ僕は。いや本当したことじゃない。皆さんに本当に切実になってくると思います。大変ですよ、なった人の文章を見るとね、本当に。だって6人に1人だもんね。そうでしょ。そしたらもうこれはもう校区全体の共通テーマであるべきだ本当はね。なんとしてもね。でも社会問題って今本当に今ねどうしたらいいかって言ってね。だってならない人だってなるもんね。だからそうするとさっき言ってなってもね、みんなが関わってね、そして歩いてたらもううーんってこうやるというね、もうそれを許せる街にするっていうことでさっき言ったでしょ。そうよ、安心しててもならないようにって分かんないよね。僕なんか全然信用してないな、ならないやんてね。それ頭使ってますよ僕だって、ね、頭使ってるからってならない。だっていいですか、日本で最高の福祉の学者が一番まず安子ってんですよ。日本の最高のね福祉学者、日本女子大学の名誉教授かなんかで、僕も知ってるんです長い間。その人が最近どうしたんだろうと思ったら、特養で認知症になってるって。あれだけ頭使っててもダメですよ、皆さんぐらい頭を使い方持ってたからね、厳しいよ。近所で見守りはしてます ね。だからそのもうこうやって支えてね、連れてもうみんなでやるというね、一緒に散歩する、そしたら国情報とか始まるでしょ。さっき言ったでしょ、みんなで連れ戻すとかね、もうやってもいい、間違ったらごめんなさい。もうあれよりないと思うよ、あれを、あれ、あの6つをねどうするかだからな。まあそこの市長、長久手市長に言ったら何て言うかっていうことね、これです。まあつまりこれは日本の文化を変えることになる、だからなかなか実現しないんだね、いうことよ。とにかくこれをやらないことにはダメですな。はい、はい、今何分、あ、3時半じゃん。なんか最後にちょっと先生、ご近所サポーターとコーディネーター違うんですか？え？なんと？ご近所サポーターって言うんですよ。はい、それと？とさ、コーディネーターが違うんですか？だから役割は今言いましたね。つまり50世帯の、いいですか？50世帯ごとに世話役さんがやってますから、これいいのね。で、その50世帯いくつかを後ろから、ね、3つ4つのご近所を後ろから上手にサポートしながら、サポートするってことは難しいもんだよ。こちらとプロを使いながらねやっていく、この同じ役割ならば同じこと、もうこれ やることは同じ、これです、これで同じなら同じ、ね、そういうこと。ただしこれは本当さっき言ったように能力が、能力、ね、なかなかいない。もう僕他で養成事業やったらほとんどダメだったね。俺は何か人のためにできるかなんてそんなのじゃダメだった。はい、他にありますか？あ、時間来ちゃったけど、はい、最後にもう皆さんとはもうこれで会わないわけだ今日で別れなんだから菅原洋一か引き上げるとおっしゃったさっき引き上げるとおっしゃった。ああ行きます、もう本当でだって僕はね意味があるものはネタになるから来るんだよ、いいでしょ、そうでしょ。で僕はそれを全国に広げますからね、
必ず僕が取り上げたものは全国に広げてあげています。ほとんど全国区にしてあげます。それは皆さんが今の僕は意味があるから言ってるんですよ。非常に何 4,5 人いましたね。ご近所男はちゃんとやってるっていうね、これは価値あるよ、うん、だからポイントがあるわけですよ。サロンでもいやここはきちっと福祉の問題取り上げ、ここは必ずメンバーの、ね、介護までみんなでやってたかってやってるなんてね、それはもうそれが出てくればもうマスコミ食いついてきますよ。もうマスコミちゃんと見て NHK で見てますよ。僕の見込みで見ててね、ある時ね、いや最近ほらこの養護施設ばかりのアパートってあるんですね。何だろう、行政がね何でも入れ込んじゃうっていうアパートなのね、もうみんな入れちまえないすごいのばっかり、うん、で大変だと思うんですよ。結構助かりしてるんだよね、要介護者同士がね。そしてもう早速 NHK の特報首都圏、この場所を教えてください、取材したいって、もうすぐ来たもんな。いやあれはちょっと古いんでね、今回はできませんけど、またいいのあったら教えします。もうすぐ来るもん。見てんね、どっかで見てんだよね、ディレクターがね。だからそれに引っかかるやつを僕は、引っかかるって別にね、それを僕がこう見つけちゃね、広げて全国で、ああ男がね、お宅で見つけたのは男は結構藩のね助け活動ができやすいんだっていうことをね。だって情報公開するなんて女はやんないよね、そんなことね。ね、女ピチャ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 やるわけで2、3件ですね。でそうですよ、女って男はちゃんとそうやってやるわけで、だそういうふうなことだ。例えば助けられ上手さんのテーマはいつでもマスコミ来たらね、定期的で障害者の助けられ上手ったらお宅の方に行くかもしれないよ、もしかしたら。あの奥さんね、ちゃんとオープンにしてうちの子をなんとかならないかしらしてんだからね。そうやって僕をこうネタにしてるわけで、だネタになるなら来ますっていうことだよね。ということで、いくらでも来ます、ね、取り上げたい、はい、先ほど私ちょっとこう感じない人の話しましたけども、私も2人の母認知症でした、はいはい、でそれは皆さんに助けて、そしてチーム組んでもらって面倒にしてもらいましたけれども、これからうち のここにいますけれども、メンバーになってくださるかなと思って私は思ってるんですが、三丁目、今の三丁目なんですから、兆候を生かしていきますね。そうしますと、という問題が出てくると思うので、先生に言われたマップ作りを3年前に、私たちも3年か4年前にしました。だから、ここに誰が住んでるかも知っています。ですから、これからそれをどうするかっていうことが、自治会に対してどう提案するかっていうことが、私は今の感じでございます。じゃあ、はいはい、はい、ああいう例あるじゃないの、過去の話だけどね。で発表してもらったらどうですか、できますか。できないでしょ、皆さんちゃんとチームを組んでやってもらってたよ、お母さんの面倒ね。それでそういうこと発表どう、これはもう活動全体の何の活動計画委員会とかなの、そういう合同でやったらどうですか、助けられ上手シンポジウムとかね、問題提起ですよね、やったらどうですか、どう、何なら協力しますよ。どう？こう言ってば来るかもしれない。すぎるとやっぱり、うん、地震の問題として捉えないんで、うん、まあ、ある程度のこう、ある範囲を限ってやった方がいいかなって気がします、うんうん。どっちでもいいです。まあ今僕が全国で呼ばれていってるのはだって地域全域でやってますね。200人ぐらい集めてねやってますけどね。まあどっちでもいいですからね。とにかく今この活動計画をね動かすために元になっているこのネックになっているものをこうやって問題提起するのも皆さんいいかもしれないね。それが一つがこれでありこれなんだよね。いや僕は向こう三軒、僕も向こう三軒、三人と向こう三軒福祉シンポジウム、え、お得せんどんどん小さいことやってなってるのいいんだよな、そうですよ、ああそれが大事なんだっていうね、小さいとこから始まるんだっていうね。だって助け合いどうせよ、どなたか言ったら 3,4 人ぐらいしかできないんだけどね、そうでしょ、10人でやろうって言ったら無理だよ、これな無理だよね、それ知ってんじゃないですか皆さん、そうなの、みんな 3,4 人でいいのを2人ぐらい見つけりゃいいんだよね、それをやれって言えばいいんだよ、どう2人見つけろとね、足元からそれでいいじゃんね、自分のためだよね、それみんなやればいいんだよね、どうどうですか。だからもうこういうのは、まあこの活動計画をもっともう一歩ね前に進めるための発想としてこれとかこれとかね、いくつかを提起していったら、まあ、サロンというと同じだ、サロンだけじゃないよ、サロンを助けにするにはどういうことにした方がいい、そしてさっきからいろいろテーマはもうつまり
そこで何をするかって話が出ます。何をするかは考えちゃダメ。あるんだからそこに足元に必ず。その見る目がなかったらいくらやってもダメ。ありますよ。だべちゃべちゃ喋ったら絶対一人一人一つぐらい悩みがあるんでしょ。それをやるんです。分かったってやりゃいいんですよ。みんな空気捨てでしょ。それやってないとダメですよ。テーマはあるんです。5人いて1時間喋ればみんな一人一人一個は言いますよ。もうそれをね、無視したらもうできません。ニーズはもう溢れてるんです。この地域のこの辺りをこうやってほらもう溢れてる。それに目つけない限りね、ニーズ発掘をこれからなんてねダメ、見つかない。そんなことやったらニーズはあるんです、うん、どうですか。いいですね。もう今やるか、あいてある。24人やってください。24人何人いるか調べてください。何人いるか、要援護が。それはあるよ。ゼロだったら異常だよこれ。森橋の24人の男に何も問題変えた人が一人もいなかったなんてのは、ね、奇跡ですよそれは。それが言えなかったらおしまいだっていうことだよね。で、うちのお母さんやうちの障害児いるんだよな、息子にななんて、ね、ちょっとよ、弱ってんだよなって。よし、お前どんな能力持ってるそいつ。俺よ、IT 持ってるからちょっとパソコンやらせてみるかとかね。そうやってやるんです。ここの渡さんとこのお母さんちゃんとね、自分の息子は文字で絵描いてんでなんとかなりませんかって言ってんだから、30代の男がたくさんいますからね、それで引っ掛けてみろって言ったんですね僕ね。やってみてくださいよ。そうしたら機運が盛り上がる。助け合いがそうか、こういう声や、実は俺んちもそうって言うかもしれない。誰かが隠してるかもしれないよ。障害児、障害児だって必ずいるんだから、14件なり1人ぐらいね。そういうことです。問題はいくらあふれ、だからテーマは何したらいいかなんて考えちゃダメ。あるに決まってんだから、それにやる、つべこをやずにね。それ以外ないですね。今は幸せだって言う当時はどうするんですか。それは嘘だでもね、若い子がね、今ね分かってる、分かってるけどね、絶対その人にね、ないはずは。女子学生はね、完全に、ね、助け求めてるんですよ。それもそうなんだけど、そういう問題がいくらか90代でないはずはないって、うん、老人の方まだね、ほらさっき言ったでしょ。もうわざわざすいません、ちょっと一つだけ。ほら僕六角形やったでしょ。六角形あれだよ、ニーズがない時は六角形、六角形言ったでしょ、仕事、健康、趣味ね、家族、夫婦、友達、ボランティア、人のためにね。さてそのじいさんのね、これを測ってみる、こうやって測ってみる、何が欠けてるかね。もしかしたらその生きがいはもしかしたら欠けてるかもしれないね。ああそうですよ。こっから入って全体豊かに。今福祉はこういうことなんですよ皆さん。これは充足されてるから生きてるかじゃないんですよ。生きてますからちゃんと。そうじゃなくてこの充足度が、国もちゃんと言ってましたね、どんな要援護状態になろうとも住み慣れた家や地域でですか、その人らしく生きてる。すごいこと言うね厚労省もね。僕びっくりしたよこの表現聞いた時。その人らしくて、その人のライフスタイルを全うさせろっていうのは認知症であろうが、恐ろしいでしょこれ。いや僕本当に言ってね、感動した。厚労省にもうおそらく学者が言ったんだろうけどな、学者がね言ったんだろうけど、しかし言うも言わないな、その人らしくですよ皆さん。じゃあその人らしく、そう、その認知症の人は昔何をしてたかね、してた。例えばね、釜石でねマット作ったらね、漁師がね変になっちゃったよね、元漁師が仮説でじっとしてて、ほら言ったでしょ、おもらししたりね、認証になったりしてんのよ50代で。なんとかね、海に連れ出せって僕言ってるんだけどね、とにかく船に乗せて連れ出せって言ってんだよね。仮説ごとにいるんだよそういうのがね。放置してんだよ、だから意外と助けやってないんだよ仮説でもね。出せって、だってつまりこの趣味から入れっていうことよ。また仕事でもあるでしょ、漁師。漁師から魚取り取ったらどうなんのよね、本当ですよ。もうこの辺でじーっとしてんだって。で外に出た時女の子のね、下着じーっと見たいになってくるであちこちおしっこしちゃったりね、放尿するってあちこちね。これがかわいそうだよって、元両親が丘に上がったかっぱっていうのはね、それ取り組めって言ってんだよ僕、釜石にね。なかなかやんねえんだよ、また書いてん、昨日またメールって書いてん、なんとかやらせようって。仮説ごとにいるんだから、それ元両親がね、おかしくなってるのは。テーマあるわけですよね。だから それは何かと、生きてますよ、安全に生きてますよ、仮説でね、関係ないですよ。ここの仕事または趣味、魚を取っちゃったら俺がどうなっちまうのね。そこからずっと広げるわけよね。だからある、満足してるってのはさ負け惜しみだ。はい、ありがとうございます。
まあ、ということでね、あると思いますよ。健康とかね、そういう問題はあると思います。だから、満足してるって言っても、ずっと見ていかないとわからない。もう終わります。すいません。はい、いや、10分オーバーしたの。すいませんね。そんなことでですね、足元にある、やることは、それをきっちりとやる。ね、非常に今日そういう方がたくさん多いんで、非常に嬉しかったね。うん、ぜひね、それやって。ぜひね。でもし読んで、ね、読んでいただければ行きますから、ちゃんとやったら行きます。はい、ということでご苦労様でした。すいません、ちょっと中の方から先生、今今回の9回ご存知をいただきました。で、カッパさんになるのと双方向のありがとうございます。もう一度テレビにお礼の話を。